ターに打ち勝て、サン夫婦なぞなぞプレッシャークロック。あー無理ー、あーどうしてなの。どうも、かさこです。どうも、山崎です。どうもです。りょうです。つねです。よっしゃちょっともう、もうさ、威嚇しとったやないか、お前。威嚇をすんな。威嚇すなよ。じゃ、なんで威嚇になったかを説明していい？ああ、お願いします。スネオメが、俺をチラって見たんだよ。ついに。ついに俺まあ、結構コメント欄でもちょこちょこ来てるけど。まあまあ、ありますね。なんかちょこちょこやってるんすよ。あれはもう別にノリというか、まあ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 。みんなも今まであんまり気にしてなかったんですよ。いいよ、俺は。いいじゃないですか。いいよな。で、皆さんも動画公開を見て、あ、カジサックさんこんなことやってたんやと思ってたやん。そう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 。それがさ、今日、ツネオメがさ、しっかりと俺を見たの。でで、威嚇したの。なんで見たら威嚇するんだ。見るな。ちょっと、ちょっと、うちのおかん来てないですよ。うちのおかん来てないですよ、こうやって覗き込んで。失礼いたしました。はい、失礼、本当にすみません。もう一回、進まへんから、すみません。すみません。さあ、今日なんですけど、はい、トンボさんの持ち込み企画ということで、ありがとうございます。お願いします。今回の企画は、サン夫婦でプレッシャーに打ち勝て、サン夫婦なぞなぞプレッシャークロック出ました。これプレッシャークロックってあれですよね。そうなんですよ、はい、要は今回やりたいのはカジリーグです。カジリーグ、はい、もうネプリーグさんいつもほんまにすみません、ありがとうございます。まあおもじりでいろいろやってきたじゃないですか。はいはい、ね、ファイブボンバーとかいろいろやらさせていただきましたけれども、うん、今回ネプリーグさんの新コーナー、うん、プレッシャークロック。もう負けてるやん。プレッシャーにアウトですよ。違う、そんなゲームじゃないんですよ。プレッシャーなんて、プレッシャークロック、あ、プレッシャークロック、プレッシャークロックっていうゲームがございまして、はいはいはい、そちらを3夫婦でみんなでやったら楽しいんじゃないかということで今回持ち込ませていただきましたっていうことなんですが、はい、まあ、そのままはやらないんですよ。はい、あ、ちょっとこれは後で説明しますが、まずね、まあ、ほとんどの方知ってると思いますけども、はい、プレッシャークロック自体のルール的なことをね、ちょっと皆さん、はい、いいですか。わかりました、はい、プレッシャークロックっていうのはですね、まあ普通に考えたら、うん、まあ、10秒以内で答えられるであろうクイズが出題されて、はい、計6人で、うん、これ1分間のうちに6人この1分以内にクリアできるかというゲームなんですよ。っていうことなんですよね、はい、だ要はまあ平均が10秒っていうことであって、うん、例えば1人ドア玉のトップバッターが2秒3秒で答えたら後半の人が楽になるみたいな。そう、そこが醍醐味。とにかく6人で1分間で6問正解せよっていうことなんよね、うん、これがそうなんですけども、はい、今回トンボさん、まあさすがにそのまま持ってこないよね。そのままやるのはちょっとお下品じゃないですか。だから、はい、彼が今日持ってきたのは、はい、その問題なんですけど、はい、それをなぞなぞでやりたいと。なぞなぞですよっていうことなのよね。はい、だから要はなぞなぞ6問を6人で1分間で答えれるかみたいな。そういうことでございます。俺嫌だっつったんですよ。そう言ったのよ、これ会議で揉めたんだよこれ。なぞなぞなんてやりたくねえって。大揉めですわ。口悪いな。なぞなぞなんてなんて言ってない。まあそれは言ってないか。俺はね、ほんまに苦手なの、うん、苦手なんだよね、なぞなぞが、うん、これでチラチラ聞いたら、うん、嫁サクが好きらしいのよ、なぞなぞね、うん、どうなん、なぞなぞ、あの、レイトン教授っていう、うん、そういうなぞなぞとかパズルがいっぱいあるゲームがあって、うん、そうそう、その私すごい好きでやってるから好きは好き、好きは好きだって、うん、でそれ聞いたらさ、うん、じゃあやるみたいな。なってくるやん。でも他にも聞いたらどうやらリオちゃんも、うん、なぞなぞね、はい、そうですね、うん、はい、好きです。言わされてる。好きな人の言い方じゃないよ。じゃあトンボはお前言わしてる。そんなことしないです。今なんかセリフ飛んだみたいな。あれなんだっけ、トトに何て言われてたっけ。台本用意してないですよ、リオちゃん用の。本当、リオちゃんも別に得意ではないけど、うん、そういうのは好きは好きなんですよ。なるほど。なんかツイッターのなぞなぞがあるやつがあるんですよ、うん、それをリオちゃん寝る前にとかに解いてたりしてるんで、うん、見たりとか。あ、じゃあもともと好きは好きですよ。好きは好きなんですよ。得意ではないんですけれども、そうそうそう、見るのは好きです、うん、とにかくトンボがもうなんか好きやし、うん、むちゃくちゃ得意やとか。俺はもう名古屋ではもうなぞなぞって言われてちょっとずっと甘がんでますよ。なごなごって言われて名古屋に引っ張られて、なごなご
謎謎みたいに。なごなご？お土産か、なごなご。郷土料理？ないわ、なごなご。郷土料理。馬入ってそうやな。美味しそう。なごなご。ないんだよ、なごなごなんて。でもとにかく得意らしいな。大得意、なぞなぞです。そう。はい、で常もなんか悪くはない。僕好きなんですよ、なぞなぞ。好きなの。はい。うん、僕はあの車の渋滞の時とかなぞなぞで時間潰すっていうのをやる。ああ。うなずいてるの強いねも。好きやねんな。好きなんです。ただなんですよ、うん、俺、なぞなぞむちゃむちゃ苦手、うん、苦手ね、むしろ好きじゃないかも、うん、爪埋めもそんなに得意じゃないですよね、はい、得意じゃないし好きじゃないです、はい、じゃあ一緒やんか気持ちがいい一緒やんかでもなんかこうまあ過半数と言いますか、はい、6分の4人が好きっていうことやったから、うん、まあ、僕も爪埋めで話し合った結果じゃあやってみますかっていうことで今回やることになりましたいいんですよ。だから得意な人がね、パンとなぞなぞ答えて、うん、あとは苦手な人はゆっくり考えてくださいねっていう時間をちゃんと設けますから。俺と常嫁のなぞなぞ嫌いなめんな。そんなに俺と常嫁は1分であろうが10分であろうが解けないんだ。おそらく。無理やんじゃん。でも問題に読むのよ。あ、まあね、うん、ね、確かに。だ今回もどうやらなんか吉富と龍二がすっごい問題の数用意してくれたでしょ、うん、はい、なぞなぞのすごいですよ、うん、100問用意してくれました。うわー、おー、すごい、すごいね。はい、本当は1万問から始まってもう厳選して厳選して100問なので僕たち寝てないですなあ、それぐらいそれぐらい頑張ったんだもんな。褒めてほしいよな。 それぐらい頑張った。それなかったらもっと褒められた言わなければ言わなければでも一部の強烈な吉富ファンの方々はすっごい褒めてくれた。さすが吉富さんってねなってるとは思いますけども、まあ、だからこちらから言うたのはやっぱ企画的にも難しい謎謎を用意してもしょうがないんじゃないかっていう。そう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 、一応簡単な、うん、簡単な謎謎、謎謎を100問用意してくれてるんですよ、はい、そこで俺と常嫁がそこそこええやつ、うん、パンはパンでも的な、はい、出ねえよそんなの。パンはパンでもなんて。ちょ出ないんすかそういうのは。出ないだろもう。じゃあ用意しとってもらわんと。俺パンはパンでも100分の1引き当てるつもりだ。1個目の謎なぞ。でも、うん、そんなレベルなはずなんですよ。ああそうか、レベル感的にはそうか、うん、そうなるほど。そこを引き当てたらなんとかなるかなっていうことでございますわね、うん、大事なのはこれ順番なんですけど。順番のこれもう緊張してるじゃん。今日勝手にプレッシャー勝手にプレッシャーがもうすごい来てる今。お前がこれもしもいやそうなんだけどでお前が会議で絶対やらせてくださいって言ってた。そうそう、プレッシャーがすごい今日本でね、まあ、順番もう9時とかじゃなくてこれ話し合いで決めさせてもらいました、はい、でもうすぐ決まったんが、はい、まあ、持ち込んできた自分がトップバッターやらせてくださいってことだ。今後トップバッターもう10秒なんて絶対使いません。じゃめっちゃ大事だよ。いやもう本当にどうしよう。これもう全部トンボさんで終わるんじゃない今の顔はこれ。どんな動画なのそれ。やめてな、そんな笑いらんから。分かってます。こんだけ振っといてなんかとか、1分お前に使うとか。やめてよ。やめてよ。分かってる分かってる、大丈夫。トンボ終わったトンボさんです。はい、そして、2番手。はい。ヨシャク。よし。はい、謎好きやしな、うん、テンパリがちょっとプレッシャー苦手やけど、プレッシャー頑張ってください、はい、3番手リオちゃん、リオちゃん頑張ってください、はい、4番手ツネ、よろしくお願いします。5番手ツネオメ、はい、ラストカジサックということでございます。頼むよ。分かってますね、ツネオメ、はい、できたらツネオメの時になったらまあ40秒ぐらい欲しい。結構結構かなりだな。40秒、うん、え得意なんすよね。いや得意ですよ。じゃあ5秒ペースでいってもらう。まあ、5秒ペースでいけば40秒余るか。だってこれ本家さんもそうですけど、問題読むときはタイム減らないから。そう問題読んで用意スタートやから。そう5秒でねいってもらって、常嫁で40秒あって、うん、で常嫁で10秒、うん、30秒ぐらいもらえる。結構な差あるな。常嫁10秒でいけるんかよ。いや俺なんだかんだ常嫁、うん、いけたりすると思うんだ。まあね、ちょっとせっかくねこう10問やるんですよね今回、はいはい、全問正解もありえるやん。ありえるつったら安田がな、はい、うん、まあ、10問というか10回戦ですね。あ、そうだな、全10回戦やな、はい、60問なんですけども、うん、はい、これちゃんと用意いたしました、はい、あら10回戦やったー、やったー、それ米10、15、一緒米10、米10、15、一緒減ってくやつ
違うな、もうそれぐらいでいいよ、はい、やってきます、ちゃんとやってくれちゃんやったってやりたいんだから、はい、米15用意してくれました、ありますから、うん、でだからさっき矢先がちらっと言ったら減っていくんですよね、はい、そうなんでございます、うん、だ全問不正解だったら米一粒ももらえないですか、はい、そういうことや、そういうことでございますんで、マジで頑張るぞ、頑張っていきましょう、はい、トップバッターほんま大事だからね、分かってます、全10回戦、はい、できたら半分以上は行きたいな、まあそりゃそうですね、うん、5合ずつもらえるな、半分正解、そう、各家庭にってことやもんな、なるほどです、 OK、 OK、 じゃあ行きますか、はい、よいしょ、はい、というわけで本日もせーの、お願いします、さあというわけでトップバッタートモさんでーす、よいしょー、大将任せてください、頼むね、本当に任せて、ちなみにこれあれですよね、間違っても何回も答えれるよね、はい、もちろんですね、でも、はい、諦めたらパスでいいから、はい、吉富が読み上げてスタートって言ってからやから、分かってます、うん、頼むで、頑張ってください、頑張るぞ、5秒頑張れ、それでは吉富さんお願いします、はい、ではまずはトンボさんからお願いします、と思います、問題、9匹の虎が乗っている乗り物は、よーい、スタート、トラック、正解、うわー、ちょっともう舐められてるわ、舐められてる、すごいすごい、舐められてるわ、ええ、ちなみに嫁さっくんも一瞬で分かったっぽい、一瞬よこんな、ゆうちゃんも、はい、おいおいおい、今リオったな、リオってますよ、今リオったよな、リオルだよな、リオルだポケモンみたいな、リオルだはいはい、リオルの攻撃対象はい、意志みたいな、弱えなリオルな、え、でもガチで、え、わかりますよどっちやろトラックって言われたら確かに、みんなそうだわみんなそうだわ俺でもなったわ、そりゃそうやわ早かったちょっと今、やばくなかった2秒です、うわすごい、すごい、常はもう余裕でわかりました常嫁ここの音ですよし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 、振ってくれよ俺もうええかなと思って俺もリオルのやつ俺待ってたの、リオルナの準備してたんですか、待ってたよ俺ずっとやりたかった振ってくれよお前、ちなみに俺分かってなかった、あらやべえよこれ、うん、これで分かんなかったな、いやこれ相当イージーでしたよ、まあ、舐められたもんやで、まあまあまあ、でも素晴らしい、素晴らしい、続いて嫁作です、大丈夫やからな、うん、冷静にな、冷静に、うん、行きましょうか、はい、はい、それでは嫁サックさんへの問題です、はい、カバンの中にいる体の大きな動物は、よーい、スタート、カバ、正解、うわー、おー、すごい、あ、シンプルにそれでええねや、うんうん、いやそうですよね、はい、はい、カバンの中、なんでカバンの中のにいるの文字の中に、あ、そういうことか、そう、そういうこと、うん、そういうこと、ほらな、こういうのが俺嫌いやねだったら、カバンの文字の中にいるとかさ、何が面白いそれ、何が面白い説明しすぎなのよこれでもラッキーやな、うん、これ俺も分かったわ、素晴らしい、これはラッキーもんだ、あれ、なんでよ2秒ですね、またえ、やばな、残り56秒あんもん、はい、いけるな、絶対いける、これはもうこれ大チャンス到来よ今でも常嫁が天を仰いでていけるいけるかなこれ回ってくんなこれ不安になってくる大チャンス到来、ただ次が、はい、リオルナですか、リオルナ果たしてどうなるのか、はい、さあリオちゃんいきますか、はい、リオちゃん落ち着いてね、はい、時間はたっぷりある、はい、それではリオちゃんへの問題です、カメとラクダとサイが買い物をしてます、何を買うでしょう、よーい、スタート、リオちゃん、なになにリオちゃん、いける、落ちる、カメラください、正解、わー、カメラだ、すごい、
えた。やばい。え、どうでした？いや、正直俺は分からなかったです。トンボもなんか分かってない顔してた。俺分かってましたよ。あれ？俺は分かってました。本当に？あ、出た。うわ、出た。ブス。ただの人間。ただの人間。ただのシンプルにブスの人間。何もかも違うやないか。何も魔法使うなんで出てきたんやお前。え、つなわさ、僕分かりました。今田くんも、はい。わ、お前か。読めたな、今読めるなやな。読めるな、読めるな。これみんな、みんな怪しくなってた。どうした？これ分かりました。あ、分かった。おお、だから人によって。いやな、俺でもリオちゃんついてないなと思ったもん。あぶねえ、あぶねえ。いきなりちょっとトリッキーな来たなと思った。でもそのまま読んだらいいねや。そうでしたね。はぁ、あぶねえ。何秒？12秒です。あ、いいやいや。あ、いい。いけるいける。いけるいける。これ44秒やから残り、はい、これで常に4秒で答えたらほんまに宣言通り40秒やから。オープニングで言ってた通り、ね、よし行こう。行こう。常頑張ってな。頑張ります。行こう。では常さんへの問題です、はい、お茶はお茶でも子供が喜ぶお茶は、よーいスタート。え、昆布茶。残念。ちょっと子供が喜ぶお茶。子供、子供喜ぶ、喜ぶ茶、喜ぶ茶じゃない、喜ぶ茶。残念。え、子供が、紅茶。残念。え、そう。やばいやばいやばい。え、やばい。頑張れ頑張れ。昆布茶、昆布茶。残念。残念。子供が、子供が喜ぶ。え、ワイワイワイ、やった。加藤茶、加藤茶。残念。喜ぶやろ。え、やばい、パスパスパス。パスでお願いします。やばいって。やばいやばいやばい。問題。点々をつけると踊り出してしまう家具って何？へえ。点々。分かるやろ。踊る踊る。分かる分かる。ダンジャン。なんで？ダンスダンスダンス。正解。うわあ。ごめん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 。ごめん。ダンスダンスダンスって。何秒使った何秒使った。やばいです。終了です。終わったんや。じゃあすいませんや。いや、じゃあすいませんじゃなくて、そもそもすいませんやから。何せんねん。ごめんなさい。昆布茶って何？梅昆布茶みたいな昆布茶。昆布茶2回ぐらい言うてたけど。あと加藤茶って言ってたけど。いやいや、言いました。あの秒返して、あの秒。子供喜ぶ茶は加藤茶やな。正解。正解やんな。え、何やったあの答え。答え、おもちゃです。あー、常分かってた。常読み意外と得意なんだよ。でもさ、これ謎なぞってさ、うん、何個か答えあるときない？あー、まあね。この場合、加藤茶は正解じゃない。子供が喜ぶお茶って言って、まあ確かに加藤さんのことお茶って言うよ。いや、おもちゃもそれはお茶って言わない。もう謎謎めっちゃ苦手じゃん。そのまま取りすぎない。そうそうそう。なんで俺責められたいんだよ。おい、俺、お前や。これでいけなかったらすごいぞこれ。いや、だからこれがあるからやっぱり難しいのよ。そうやん。常山意外といけそうかも。結構順番変えます。変えましょうか。常山一発目いきます。変えてもいいもんね。変えてもいいでしょ。じゃあよかったから、トンボ、嫁サック、リオちゃん、ツネ嫁、ツネ俺でいこう。あ、そうそうか。変えていこう。オッケー、いきます。はい。さあ、2回戦、はい、行きましょう。トモさん頑張るぞ。待って待って。はい、トンボさんへの問題です。はい。世界の真ん中にいる虫は、よーいスタート。世界…世界中。残念。ちょっと待って、世界の真ん中…世界の真ん中…マグマ。残念。あ、じゃなくて、ちょっと待って、むしむし。世界の真ん中、世界の真ん中、世界、あ、キャー、世界、キャー、世界中って何？リオルナと世界中っていう、っていうポケモン。まだ出てきたポケモン。世界中。え、答え何やった？聞こえんかった。カカです。正解今常山さんがカって言ってましたけど。え、常山どういうこと？意味分かんなかったです。意味
が分かんない意味分かんないですよね。あ、またそっち系そっち系だから、そう、だから、なぞなぞ脳になってないとダメなのよ。ほんまやな。なぞなぞ脳。そりゃそうだろ。なぞなぞの企画やってんだよ。ちょっとあれもごめんなさい。嫁ザック。行こう。頑張って。頑張ります。さあ、行こう、嫁サック。はい、頑張って。はい、では嫁サックへの問題です。はい、ボールはボールでも四角いボールは、よーい、スタート。え、ボール、え、わかんない。四角いボール、無理。落ち着いて、おだんボール。正解。おー、いけたやん。いけたじゃん。すごい、悲鳴からの、すごい、すごい、すごい。よう悲鳴からの出るよな。あれって人の終わりじゃないの。あれリオタイムだよ。すごいな、すごいな。いや、でも要因って何秒。はい、残り時間25秒。うわ、半分以上使ってもらってやばいね。でもいい、答えるだけ。よく出た、よく出た。リオちゃん行こう。リオちゃんもうすぐ。最後、よし、リオちゃん頑張れ。それではリオちゃんへの問題です。はい、小さな貝でも10匹集まるとみんなが怖がるものになります、なんだ。よーい、スタート。怪獣。正解。うわー、めっちゃすごい。早っ。マジですごいな。すごい、すごい。俺かわいいのやと思った。ちょちょ、ほんとに細かくて、細かくて、お前、お前鑑定書の近距離の回答。近距離怖いで。何がかかられろ。何がかかってんの、10匹集まるとか。何も関係ないじゃん。ちょ、俺てかほんま無理。離れて、離れて。じゃあこっち行ったらそのままで見すぎなんですけど。じゃあ、じゃあそのままで見てもかいいのになんないなんだか、なんかかいいのいや、リオちゃんすごい。何秒。残り時間23秒。うわ、2秒。2秒。いけるいける。いけるぞ。あれ、爪読み来たよ。いける、行こう。いける。さあ、来ました、爪読み。初登場。いける、あなたならできる。できる。自分を信じて頑張れ。行こう。それでは常嫁さんへの問題です。はい、お酒は20歳、タバコも20歳、車に乗れるのは何歳から。え、よーい、スタート。問題、工場に火をつけたらどうなる。火をつけたら燃える。そりゃそうやろ。謎謎や、謎謎。なんだ、工場、火をつけたら効果。残念。終了。俺今最後トンボのお母さん出てこなかった。効果。出てきてない、出てきてないんですよ、お母さん。うわ、俺両方わからなかった。むずいな。いや、むずかった、俺もわかんなかった。一発目が、お酒は20歳、タバコも20歳、車に乗れるのは何歳から。これちなみに分かった人。分かんない。あ、何？0歳。なんで？正解、正解、正解です。なんで？だって乗れるだけだから。あー、うーわ、性格悪い。これ謎謎。いや、こういうのもあるんや。これ常に良くないっすよね。謎謎、何もじっとらんから。こういう頭使う、こう視点を変えるっていうやつな。もじるだけが謎なのじゃない。ダジャレみたいなのちゃうの。時間の上回もあるのよ。あるある。これ常に回んないわ。ありがとうございます。次は工場に火をつけたらどうなる。これ分かった人。おー、あれ、飛行場。正解です。うわー、すごい。そのまんまなんじゃん。常野、これどうやら分析した結果、そういうの多いっすね。文字に、文字に、文字にヒントがあるわ。そうだよ、なぞなぞはそうなんだ。文字にヒントが。どうやら文字を見れって。どうやらじゃないの。そこにヒントは埋まってます。そうなんだ、なぞなぞなんだよ、それが。いや、残念。すいません。じゃあ、順番どうする。どうします、順番。常野に聞こう、どうしたいですか。元に
に戻しましょう。じゃあそうしましょう。さあ3回戦トンボさんいきましょう。はい、それではトンボさんへの問題です。はい。双子の姉はご飯を5杯食べました。妹は3杯食べました。どっちが多く食べましたか。よーいスタート。姉。残念。なんやこれ。ご飯を5杯食べました。そんなに痛くなわけ。妹は3杯食べました。どっちが多く食べましたか。どっちが多く食べ、双子の姉はご飯、妹は双子の姉。双子の姉。残念。パス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 。ごめんパス。問題。英語でトラはタイガー、ゾウはエレファント、ではカッパは。よーいスタート。何これ。トラだ、ゾウ、カッパ、カッパ、カッパ、トモさん、カッパ、頑張れ。キュウリ。カッパ、グリーン。あー、ちょパス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 。問題。答えは簡単です。明日の天気は。よーいスタート。簡単。正解。おー、すごい。残り何分。いや、うわ、50秒使ってるやん。うわ、これでも今ちょっと気づいてんけど、パスした時は用意スタートいらんな。あー確かに、うん、タイムそのままやから、うん、そうや。これちょっとそっちのサイドのミスや。そっちのサイドのミスだ。いや、本当だったら30秒だ。これ言わせてもらいますと、うん、さっきまで用意スタート言ってなかったんですよ。で、今回吉富さんが1回目で用意スタートちょっと忘れてテンパってパスの時に言ったから、完全に吉富のミス。吉富のミス。吉富のミス。カッパみたいな顔しやがって。カッパやろ。やめてやめて。プラス40秒ください。お前カッパの時最初なんつった。いや、なんて言ったっけ。キュウリ。キュウリ。ちゃもう訳が分かんなかった。むっちゃむずなかった。1問目も2問目も嫁さんが分かったっぽい。他分かった人いました。すでにうなずいてたね。1問目。あ、1問目何なん。何を5杯3杯。え、妹じゃないんですか。妹です、ね、3杯ってことですよね。3杯ってことですよね。うー、3杯。姉の3杯の量を食べましたっていう意味。あー、これで次がこれ何。これ分かった人で。レインコート。正解です。うわー、なるほど。なるほど。すごい。なるほど。すごい。すごい。カッパじゃん。カッパだ。あ、こっちのか。こっちだ。なるほど。でもトモさん一回帽子取ってカッパになってましたもん。じゃあ正解。違う。40秒あげようかな。さらないから合うけど。くそ。どっちみち合うとか。さあ、とはいえ残り10秒、奇跡起こるかもしれない。ごめんなさい。嫁さんと行こう。はい。さあ、ちょっと厳しいですけども。いや、ごめんなさい。奇跡を、嫁さんお願いします。緊張する。はい。それでは、はい、問題です。おやつは3時。では、夜ご飯は何時？よーい、スタート。5時。なぜ？ 5文字だから。正解。うわすげえ。やば。かっこええ。すごい。かっこええ。緊張した。どういうこと。おやつ、おやつは3時。3文字。3文字だったら問題に、おやつは3文字。うるせえな。全部の謎の論破しようとすんなよ。では夜ご飯は何文字。何がおもろいの。何がおもろいの。すごいね。すごい。やばい。いや、かっこよかった。瞬時にあれができるっていうの。すごい。本当に大丈夫。好きよ。あ、好きよ。じゃあ。すごいね。怒っちゃう。素敵。素敵なミス。突然の告白。告白すな。告白すなよ。怒っちゃったよ。10秒遅れ。10秒遅れ。素敵だったから。なんで好きって言ったの今。何だろう思ってんの。残り時間8秒で。わあすごい。2秒でいったよ。2秒でいった。このテンポでいったらいける。いける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 。つねゴールデン。あ、じゃあリオちゃんや。リオちゃんリオちゃん。さあリオちゃん、よし、残り8秒です。はい。2秒ペースでいったら奇跡が起きるな。はい。それではリオちゃん、いきましょう。頑張れ。問題。はい。音がしたら耳を塞ぐのに鼻を塞いだ、どうして。
よーい、スタート。どうしてなの。鼻塞いでた。これしょうがないよ。これはか、もしかしてこれわかんない。あ、何これ、わかんない。爪はわかんないです。答え何。正解はおならをしたから。あー、なるほど。あー、そういうことか。臭かったからな。ちょっと待ってください。日によります。謎警察。謎警察来た。みんながみんなおなら臭いと思わないでください。いいんだよ、そこは別に。フルーツしか食べてない日、全然匂わないですいいの。これ、リオちゃん悪くないわ。問題だわ。そういうもんなの、これは。謎謎は、先に言っとくよ。全部論破できます。だからもうしないでください。失礼いたしました。残念。あー、残念。いやいや、これはもうしょうがない。仕方ない。これ先般はトンボさんですか。これ僕ですわ。これ僕だ。まだ一回もいけてない。やばい。順番どうする。もう一緒でいく。もう一回どうする。順番変える。俺行く。確かに一回も出てきてない。確かに一回やってみる、うん、もしかしたらっていうのあるかもしれない、うん、一回やってみて。一回やってみる。まだいい、まだいい。なんで温存しときます。まだまだ恥をかくのは早い。まだいい。もう書いてるだろ。じゃあもう一回行こう。もう一回行くか、はい、オッケー、うん、さあ4回戦、はい、いけるよ。頑張ります。頑張ろう。頑張って、トモさん。それではいきます。はい、問題。大トロは1貫400円では、中トロはいくら。よーい、スタート。なんやこれ、どこがどうなぞなぞなんや。あ、いくらではない。正解。よっしゃ よっしゃ。すごい、やった。すごい、すごい。あー、そういうこと。やったぜ。すごい、すごい。何秒。すごい。6秒。6秒。よしよしよし、やりました、やりました。やった、やった。滑り足。滑り足。出た。フランス版一番最初。何やフランス名ってお前。一番すごいです。聞いたことねえぞ俺。最近習ってんねん。フランス。習うな、二度と。なんでいや、俺別に歌うぞ。いや、素晴らしい。よし、やりましょう。よしよし、いい流れ来た。よし、よしさく行こう。はい。さあ、山作。はい。いっちゃおうぜ。はい。いける。あなた今日すごいよ。すごいすごい。それでは、問題。女の子が毎日ピアノの練習をしています。でも、どれだけ練習しても全く上手くなりません。なぜでしょう。よーい、スタート。ちょっと待って。パスでもいいよ。パス。よし、出した。ナイス。問題。いつも壊れてる調味料は何でしょう。胡椒。正解。おー、ナイス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 。ちょっと言ってん、全然 OK。 全然 OK、 全然 OK。 残り42秒。 OK OK OK。 一回もめっちゃ面白かった。面白かった。これ何。女の子が毎日ピアノの練習をしています。でもどれだけ練習しても全く上手くなりません。なぜでしょう。リュウジ。ドとレだけ練習してるからです。うわ、なるほど。どれだけ練習してもな。だったらどれよ。カタカナ。さっき言ったぞ。怒られたワンちゃんみたいな。なるほど、なるほど。これはむずいな。なるほど。保証めっちゃ早かったね。うん、いや素晴らしいんじゃない。だって42秒やから、うん、平均は保ってるよ。保ってる、保ってる。素晴らしい。さあ、リオちゃん、リオちゃん、リオちゃん。さあ、リオちゃん。はい。いけます。はい。自分を信じよう。フランス語。自分？フランス語だろ、また。自分。信じよう。いけるよ。いけるよ、リオちゃん。絶対頑張れ。それではいきます、はい。問題。新聞の上に載っている動物は何でしょう。よーい、スタート。ゾウ。残念。パ
せてもいいよ、大丈夫。オッケーオッケー。なんでそうやったやろ。蜂に刺されたら天気が変わった。今の様子は曇り。残念。パス。やばい。カーはカーでも荷物を入れておくカーってなんだ。カート。残念。顔おもろ。夜間に火をかけると生えてくる毛ってなんだ。わき毛。なんでか。わくから。終了。わかるよ、言いたいことは。夜間に湯を沸かすやから。わき毛。いい答え。確かにな。これいい答えですね。わき毛、確かにな。笑いたい。なんか全部おもろかったな。全部知りたい。なんなの。そうね、まずじゃあこれ夜間のやつ何。夜間は湯気です。ああ。なんで何とかかっとん。湯気沸騰した時に湯気ないの。湯気が出てくるでしょ。毛とかかってんだよ。あ、そういうことか。あれ湯気って言うんですよ、白いやつ。しとらフランス語ならって日本語忘れてるから。え、1問目は1問目何やったあれ。これ読みさっくちなみに分かったな。いや、これ分かんなかった。分かんなかった。これどういうこと。朝やったらな。新聞の朝やったら分かるけどね。あ、アザラシ。あ、あ、そういうことや。え、あったの。分かった。え、言っていい。アザラシ。そうっすよね。長官。え、長官。ダメ。これん、ね、長官って違いますね。動物の話がしてます。召喚？何？休館長だけ。召喚？召喚って何？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 お前、召喚っていう動物いないよ。いるの？休館長のことです。休館長。召喚。休館長。うりゃやだ。召喚。全然違う。もう聞こう、何？キジです。あキジ。ほら、アザラシ欲しいね。欲しい、全然違います。欲しい、俺が言ってるアザラシの神やで。アザラシ。アザラシ。それ何？朝やったら、アザ、アサラシ。それ何？何？全然違う問題でしょ、それ。何それ、アザラシ。お前、召喚に言われたよ。いやー、それはこれも。ね、もう一個あったよね。蜂に刺されたら天気が変わった。今の様子は？今の様子は晴れた。あー、晴れたか。なるほど。そうか、これ。リオちゃん、これちょっと運悪かったっすわ。悪いわ。全員だと分かんなかったものが多かったから。ただめちゃくちゃ顔面白かったです。ありがとうございます。え、ちょっと待って、もう一個ありますよね。あ、カート。ほら、これはカートを言ってましたね。はい、カート合ってるかと思った。分かった。分かった。いや、分かんなかった。カーはカーでも荷物を入れておくカー。ロッカーです。あー、ロッカーかー。納得できてない。ロッカーやん、荷物を入れておくカー。あ、そう、あ、シンプルにそういうことか。そうよ。おもじりでもなんでもないねや。うん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 。悔しいわー。いや、これリオちゃんしょうがないね。しょうがないしょうがない。というわけで、はい、まだ一発もいけてません。やばいよ。そうですね。え、何回戦目今？今4回戦が終わったとこ。そうなんですよ。4回戦が終わったとこ。で、実はね、さっきちょっとカメラの時に喋ってたんですけど、うん、まあ面白いじゃないですか。面白い。ちょっと盛り上がりすぎて、うん、めっちゃ撮影時間長なって思ってるんですよ。ないよ。まあ編集入ってると思うんですけど。はい、ちょっとこの後ちょっと実はちょっとケツもあって、そう、ちょっとごめんなさい、最初10回戦って言ってたんですけど、うん、次ラストでいきます。ラスト、はい、5回戦で、5回戦で、これでもしさ、視聴者さん的にもっと見たかったってなったら第2回やろうよ。そうしましょう。っていうか正解しようよ。正解したい。そうそう、感想したい。うん、うん、お米は、え、お米は、あ、お米、そうか、1問でも正解だから次正解したら1号、うん、1号ずつだ。6号じゃないんじゃない、さすがに。なんで6号もらおうと。そんな美味しいお話ないやん。6号あげましょう。1問で、はい、お前な、最近農家始めたんか。お前
違いますけど。始めたんかお前。竹前？いやいや竹前。竹前？竹前じゃない。竹前？前竹？違う違う。こんだけね楽しんでくれたっていうことも素晴らしいですから。うん。最後もしこの難しいやつをクリアできたら、うん、もう6号あげましょう。うわー！よっしゃ。順番どうする？そう、順番どうすんの？これ俺一番じゃないかもしれない。俺嫁サック一番でいいんじゃない？あ、いいと思う。嫁さん行く、うん、そうしよう、そうしよう。嫁サックリオちゃん常嫁、うんうんうん、で、トンボ常俺。あ、そうしよう、そうしよう、それがええわ、うん、なんで誰もまだやってないんですからカジサック一番に行かへんって言えへん。それがええな。それがね、うん、やっぱ、うん、それで行きましょう、うん、おい、このままやったら俺一回もせんと終わる。そんなことないよ。謎謎に文句だけ言うて、うん。俺のでも本当実力まだ見せてないからな。確かに1回目やってないからね。あ、はいはい、まあ、でもそれでいこうよ。それでいこう、嫁さんからいこう、行こう、頑張ろう、頑張ろう。さあ最後になります、5回戦嫁さんくん、頑張って、頑張ります。自分信じて、はい、さあ行きましょう。問題、本を表にした時と裏にした時、重たいのはどっちかな。よーい、スタート。あ、俺分かった。マジ、俺分かった。パスでもいいよ。パス。手がいつもブルブル震えている家具ってなんだ。テーブル。正解。ナイス、ナイス、ナイス。ここでかいな、うん、今早く行けたんでかい。何秒？45秒ですね。まだいける、まだいける、まだいける。奇跡が起きてます、はい、一発目俺分かってる、多分合ってると思う。何ですか？誰も分かってない。分かんない。表、表、正解です。わー、おー。あれ何？誰だ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 目からビーム出てる感じ。ていうか、しかも早かった。うん、あ、俺今のはいけたわ。すごい、なぞなぞ脳になってきてるんや。なってきてる。あ、これあるんじゃない。俺だから九州マンやから、うん、ある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 、いける。よし、回してくれ。リオちゃん行こう。リオちゃん行こう。さあリオちゃん行こう。頑張れよ。待って、では行きます。問題、引くと寒いけど吹くと気持ちよかったりするものってなんだ。風。よーい、スタート。風。正解。すごい。初めて見ましたね。謎謎でフライングする。リオちゃん顔赤いよ。今ちょっと、今ちょっと恥ずかしい。あ、リオちゃん。すぐ分かったから。風。よーい、スタート。風。面白い、すごい、1秒、すごい、ナイス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 。本当に恥ずかしかったっす。リオちゃん、恥ずかしかった。リオちゃん、前のみりすぎだから。いけた、いけた、いけるぞ。ナイス、いける、いける、いける。さあ、来ました、来ました、つめ、いける、いける、いける、絶対いける。頑張りましょう。よし、さあ、ここでつめ、頑張ります、頑張ります。タイムが44秒。よしよしよし、いける、いける、信じて、リラックス、大丈夫、頑張れ、頑張れ、いこう。それでは問題、玉乗りが得意なサイが住んでいる県はどこだ。よーい、スタート。埼玉県。正解。いやー、これはいい。やったやった、やったやった、ナイス引き。これはいい引き、いい引き、いい引き。えーなー、ナイス。43秒あるで。やばいやばい、来た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 。あれ、あるんじゃん。あるある、全然ある、全然ある。え、あるの。ある、あるよ。トンボやな。俺だ、いける、絶対いける。行こう。よし、これちょっと志田さんにお伝えしておきたいな。これ本当に問題って運なんですよ。そうそうそう。っていうのも今回吉富と龍二がさ100問用意してくれたやん、はい、もうパワポって言って作ってあるんですよ。もう作って順番ね、はい、でこっちで順番変えてるから、うん、この人やからこの問題って選び方しないもんな。してない、これ引き、引きないもん、うん、よし、お前いける。ありがとうございます。それではいきます。問題、棒は棒でも土に埋まった食べられる棒ってなんだ。よーい、スタート。え、ぼ
ごぼう。正解。やあ、危ねえ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 。すごい。危ねえ。すごい。危ねえ。ちょっと。危ねえ。ずっとうまい棒。いや、うまい棒なんで土に埋まってるんだよ、うまい棒が。土に埋めてから食べてみろ。土に埋まってるって言ってんのに違うだろ。すごい嬉しそうな顔で言ってた。表の時と同じテンションだよ。わかった。すごい、やったぜ。あれいける、いける、いける、それいける。6秒残り。爪来たぞ。いけますよ。いける、はい。爪頼むぞ。回してください。俺にバトン回してくれ。回す。よし、いけ。よし、いけるよ。はい、いける。爪回してください。これ本当に最後やから。はい、そうな。これよし、ボケんなよ。違う違う違う。ニョキニョキニョキ。お前ニキッとすんじゃねえよ、お前。ダメろよ。頼むぞ。ガチガチガチ、頼む、頼む。よし、行こう。それでは問題。林の中でご飯を食べたよ、どんな料理かな。いきます、せーの、よーい、スタート。林の中、林の中、林、林、ご飯、ご飯、じゃ、リンゴ。あれ、はい、よし、パス。転んでばかりいるおっちょこちょいな虫ってなんだ。コロンチュ、コロンチュ。夢中、夢中。なんで、あー、パス。丘の上でお湯をかけたら何になったでしょう。おかゆ。正解。よっしゃー、よっしゃー、あぶれあぶれ、よっしゃー、あぶれ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 、おー、いける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 。残り13秒です。いけるいけるいける。お前ー、いける。カズタク、今脳みそがなぞなぞになってるから。なんで俺に回すねん。そっちだよ。いいんじゃねえか。いける。違うか、ちゃうんだ、俺分かったわ。そう、一番最初でしょ。一番最初の2問目も。え、あ、2問目も、俺分かったよ。ちょっと一番最初、一番最初、林の中で、林ライス。正解。うわお、すげえ。2問目も俺分かったよ。ふんころがし。残念。ちょっとはめられました。どうしました。はめられました。僕今のハメ技くれました。笑顔で最中にちっちゃい声で嫁さんにふんころがしって言ったら、嫁さんが嬉しそうに正解って言ってた。はめられました。完全にはめられました。なんでふんころがしなの。コロコロチキチキペッパーズか。違うだろ。ダンゴムシ。あ、うまい。出たわ。出た。どうぞ。テントウムシ。正解。あ、テントウか。なるほど。ふんころがし。でな。いやー、来たね。来た。しかも10秒以上残ってる。ね。いやだから、俺でもほんまに成長してきてるから。来てる、マジで。来てる。引きによる。よし。行こう。よし。頼むぞ、ガサック。落ち着いて。落ち着いて。このラストだから。絶対いけるよ。絶対いける。頼む、得意な来てくれ。もう謎謎脳になってるから。なってる。よし、行こう。俺やるわ。やってください。頼む。それではカジサックさんへの問題です。問題。鏡の前でお母さんがするショーってなんだ。よーい、スタート。化粧。正解。うわー、すごい、すごいじゃん。1秒。そわそわしてなんか、あれ、おかしくなった、おかしくなったぞ、おもろくなった、あれ、どうしたの、どうした、ほんまに、ほんまに今のでよかった。いい、いい、いい、これはでも問題いじれないし、ガチですから。ガチやもん。ビッグクリア。そしてお米6号ゲット。やっぱ変なとこ引きええな。これ簡単やったわ。うん、簡単。ちなみに次の問題何やったんすか。これほんまにガチでやってるんで、うん、破れば破るほどみんなから褒められるものってなんだ。破れかぶれ。なんで。誰が褒めんねん。なんだこれ。破れ、お、タイム。惜しいっすね。え、記録。正解です。あー、すごい。なるほど、そういうことか。そういうことやな。いやでも、うん、やった、いったよ。ナイス引き。ちなみに晩ご飯分ぐらいゲットしましたね。6号だから。やったぜ。嬉
いやすいません皆様、あのほんま10回戦やる予定だったんですけども、もう盛り上がりすぎました。盛り上がった。また本当に評判良かったらですね、また問題めちゃくちゃ余ってるもんな、はい、やりたいなと思いますんで、コメント欄の方にぜひください。とにかく6号ゲットしました。やったー、ありがとうございました。最後まで見ていただきありがとうございます。インスタグラムのフォローお願いします。 X のフォローもお願いします。 TikTok のフォローもお願いします。またお会いしましょう。